試合が始まります。高校野球女子選抜、1番バッターの上条優奈が打席に入ります。3回目を迎えた神戸智弁と高校野球女子選抜のゲームが幕を開けました。1番センター上条優奈、中嶋監督はこの1、2番はしっかりと足の使えるメンバーなんだという話をしてましたね。そうですね、左バッターで高架下に打てるバッターではありますので、速いボールにもついていけると思うんですけどね。早くも最速の138キロが出ました。これで今の1球で、石田さん、もう過去の2年の球速を上回ったということですね。いや、これはちょっと僕も想定外ですね。ここまでのスピードが出るとは思いませんでした。追い込んだイチローです。上条に対して低めのボール、なんとか当てた。ファーストゴロです。1番の上条をファーストゴロに打ち取りましたイチローです。ただ田村さん、上条も1番バッターでバットにまず当てましたよ。はい、ついてきましたね。初回からフォークですね。もうえげつないな。落としてきましたね。一塁手の澤本がボールを取ってキャンバスに入っています。バッター2番の三村が入りました。横浜隼人高等学校女子硬式野球部監督田村千佳さん、そしてベースボールジャーナリストの石田裕太さんの解説で東京ドームからお送りしています。先発のイチロー、2番の三村に対しての投球です。136キロ。田村さん、このバッターボックスの三村ですが、はい、今年の夏の全国大会を制した神戸弘陵高校のキャプテン。はい、そうですね。打ちました。ライトの右です。今ファールにはなりましたが、しっかりとボールを前に飛ばしています。はい、彼女も本当どんなボールでも対応できるバッターで、やっぱりこうチームの軸として動いてきた選手なので、ちょっと楽しみなんですよね。はい、2ボール2ストライク、このボールは入っています。ストライクです。見逃しの三振。ああ、これもツーシームですね。右バッターのインサイドに食い込むような軌道ですね。はい、バッターボックスは高橋つぐみ。ファーストの左、澤本が取りました。がっちり取ってキャンバスを踏んでいます。3アウト、1回の表、三者凡退に打ち取りました。バッターボックスはこの回先頭の野口、イチローの3イニング目のピッチングです。将来の夢は女子野球の普及、そして女子の選手向けの道具も作りたいんですと夢を語ってくれました。このバッターの野口、8番の野口から始まっています。低めのボール、122キロ、空振りの三振。最後は低めの変化球で打ち取りました。ピッチャー青木さん、
空振り136キロ。2ボール2ストライクです。速いテンポで投げています。ストレートを弾き返します。これも136キロ。田村さん、130キロ台の中盤を上回る投球を続けてます。いやー、もう女子高生からしてみたら見たことのない、体感したことないボールですからね。通常何キロぐらいですか？110半ば後半ですね。125キロ。最後は見逃しの三振、2アウトになりました。ということはこの130キロを超えるボールというのはなかなか打席に立つ機会はないわけですね。ないですね。はい。近いところですが、これは体を引いて避けています。打順が1番に帰りました。上条優奈です。岐阜第一高校です。1番センター、塁に出れば足がある。上条、三村のこの 1,2 番は田村さん、足速いんですよね。そうですね、特に上条はそういったところができる選手ですね。この打球どうでしょうか。レフトの後方ですが、手を上げて往来した。追いつきました。3アウトになりました。バッターは野上さん。ショートの号砲です。松坂下がって取りました。追いつきました。松坂、6回表の高校野球女子選抜、代打で入りました野上の打球をショートフライ、ショートの松坂が取っています。三村さんに代わりまして中本さん、ここも代打です。中本さん、2番セカンド三村さんに代わりまして、セカンド中本が代打で入っています。中本葵です。京都朗陽高校中本です。このチームではダブルキャプテン制を敷いていると。そうですね、はい、彼女もその一人です。はい、打球はショートの前、ここも松坂のところですが、松坂取って一塁送球、2アウトになりました。石田さん、この松坂選手の守りどうでしょう。そうですね、まあ、彼も現役を引退してからね、膝の手術を受けているので、はい、まあ、膝にちょっと不安があるんですね、やっぱ最後の一歩みたいなところにやっぱ怖さがあったと思うんですけど、はい、まあ、今日のために痛み止めも打ってですね、不安ない状態で守れるようにしてきましたって話してましたね。はい、まあ、ですから、イチローの投球を今、松坂が2つプレーでうまくフォローしてますね。やっぱりちょっとこう下の使い方がね、やっぱ明らかに変わったというか、やっぱそんなにこう下に負荷をかけて投げられなくなっているので、はい、まあ、この状態で助けて、守りに助けてもらえるというのはすごく大きいと思います。ここもファーストの沢本がボールをキャッチしました。3番の代打佐藤の打球をファーストハーフライナーに打ち取っています。